エレベーター。その夜、英子さんは深夜タクシーで家路を急いだ。タクシーでお気に入りの深夜ラジオ番組を聞いていたから、マンションに着いたのは午前2時頃だとはっきり覚えているという。マンションの正面玄関を入って、エレベーターの上りのボタンを押す。英子さんの部屋は8階。この時、マンションの1基しかないエレベーターのランプが最上階の10階にあることを示していた。そのランプが9階、8階と下がってくるのを、ちょっと遅いわね、などと独り言を言いながら見ていた。7階、6階。その時、エレベーターが到着した。え？と思って、エレベーターのランプを見直すと、まだ5階、4階あたりを降りてくる途中である。目の前のドアが開く。エレベーターの中には鈴なりの人、人、人。しかも一様に見覚えのない顔ばかり。今は確か夜中の2時。これは一体。英子さんはその異様さに驚いていると、いきなり、下に行きます、乗りますか、乗らないんですか。中の一人に尋ねられた。いえ、満員みたいですからいいです、断ると、すぐドアが閉まり、エレベーターが下降してゆく。エレベーターが到着した音がして、ドアが開いた。目の前にあるのは無人のエレベーター。ランプは1階に到着したことを示していた。このマンションに地下はない。